立たず村神様を見捨てていた。コーチって誰やっけ？ヤクルトの打撃コーチ誰なんやろと思って調べたら大松で草。やっぱどちらにも寄り添える保守監督が一番やな。よっしゃ、阿部監督に期待しようや。良くも悪くも高津のマネジメントはスタイルやし、これで結果出したんやからそういうもんと思うしかない。わからないことに余計な口出ししないだけで有能に見えるんやけど。栗山だって技術的な指導なんかできそうにないけど名監督扱いやし、技術指導はコーチの仕事や。山田も3番で見守るしかないん？山田は6番くらいで気楽に打たせてみてもいいと思うわ。打者はともかく、投手には何か言ってるのかの方が気になるな。投手にも頑張れしか言ってなさそう。